どうぞ。え、道井さん、実はね、さっきこう動画撮った後に、まあ、いろいろお話、ね、してて、いや、みちるさんからすごい提案をいただいて、だからせっかくだから、じゃあそれ撮っとこうかって言って、同じ話も聞かせていただいていいですか？もちろんもちろん。うん。バックステージってことはい、ね。そうです。私、さっきずっとお話ししながら、なんか勝手に思い描いてたんですけど、田本さんと、さっちゃんと、私で、田本さんがカパーってして、また、元気な音をお届けできるようになったら、ドイントライブやんない？やりたい、めっちゃやりたね、素晴い。らしい。もう一つ、なんかね、思い描いてたことが、3人で1曲、楽曲を作りたい、すごい作る作っりたていう、大変なんじゃないの？なんて思っちゃったりしたんだけど、どう？私はもうやりたいやりたい。5しかないですね。はい。きっとファンの方にこう私たちがこうお届けするっていうことはもちろんベースにはあるんだけど、ファンの方たちも一緒に何かこうみんなつながりながら一緒に何かできるよっていう、その同じ空間にいられるっていうその幸せをなんかこうみんなで分かち合うにはどうしたらいいのかななんて思ったら、なんかそんなことが出てきたので、ぜひ実現させたやいりなたいとし、いうふうに思ってるんですけど。いいですよそう。ね。で、楽曲も例えば分かち合うって今みちるさんからのこうヒントがあって、私たちが最終的にまとめるって感じで、ファンの方からワードとかでもいっぱい気になってなくてもこう送ってもらうっ素晴らしい。ていうのもありじゃないですか。そこからインスピレーション。で、私も結構その見た瞬間に曲がついてるってことがよくあるんですよね。詩とかもフレーズがあると。だからなんかね、音楽的じゃないの、作り方が。だからそういうの好き。そう、何かやっぱり音楽を作るって絶対的にこうじゃなきゃいけないっていうのってないと思ってるから、だからどんな形であれ、やっぱりその人の中から出てきたものに関して、その人の中から出てきたものがメロディーに乗ってっていうような形でみんなのところに届いていってっていう、そういうやっぱりその過程がっていうふうなことに、なんて言ったらいいのかな、うまく言えないんだけど、やっぱりそういうふうなことがやっぱり音楽なんじゃないのかなっていうふうに、なんか私はちょっと思っちゃったりするんだよそうですよね、やりたいな。まあ、みんなの思いも共有できるし、実はね、ここね、あさみんランドっていう場所で、池間隊長がね、ライブもしたことあるところだし、宇佐本さんが来てくださって、その道さんも出てくださった CM のリハーサルもここでやったことあって、 その時、まあ、道さんから今見えてるかもしれない、コルクのね、コルクのピアノがあるんですけども、ちょっと見えないかもね。でもここでリハーサルとかもできるしね、いろいろそういいですできる場所でもあるね。し、じゃないですか。もうこそう。れ、進めるしかないね。進めるしかないですよね。じゃあこれ、みちる姉さんが隊長ですね、こちらの。あれは。みち隊長。ねえ、すごい楽しみ。これちょっとすごいことですよ。ねえ、本当で、やっぱりそのリスナー、さちゃんから言ってた、そのリスナーの方たちからもいろんなワードをそうですよいただね。くと、ここでどうやってつなげていこうかなんて、めちゃくちゃ楽しいじゃん。そう、楽しい、楽面白しい。そうですよね。もちろん大ちゃんもなんありがとうございます。大ちゃんは例えば配信でも CD でも出すとしたら、アマチュアカメラマンなんですよ。私のジャケットとか、あと池間さんの写真結構撮られてて、池間さんを好んでフライヤーに使われてました。そうだよね。私も池間さんから伺ってます。そうなんですよ。だからね、なんかね、身内 結構身内で、ね、できるかなみたいな。でも本当にね、やっぱりそういうふうな形でこうつなげ、私もちょっとインスタグラムの方でつながる活動をシリーズとしてずっとやらせていただいてるんだけど、やっぱり
こういう時期だからこそ、でもこういう時期じゃなかったとしても人と人とのつながりって絶対に必要だし、はい、大切だし、はい、やっぱり私たちって人がいて、うん、ね、やっぱり一人ではできないよねっていうところがあるので、うんうん、やっぱりそのつながりを大事にしていく、そんな活動ができるといいなと。そうですね、本当、ね、その通りです、うん、ちょうどね、コシガイフェムのね、あのキャッチフレーズが人つなぐ支えるだから、うん、まさにそういう感じです。人つなぐ支える、ね、いいですよね、ね、うん、いや、これも楽しみですね、うん、楽しみしかない、ね、なのでこうやって、うん、もう乗せちゃったので、まあそうですね、やるよやろうやろう、あ、楽しみだ、すごい楽しみ、はい、うん、ね、そう、いや、どんなことになるんだろう。あ、でもそれにはまずね、久本さんがこうね、元気に復活して、うん、うん、動ける体になっていただいて、うん、そうです、なので待ってるよー、ね、本当に待ってますね、久本兄さんもね、久本さん焦らず待ってます、ね、そうなんです、いや、楽しみだ、本当ね、ね、うん、楽しみ、うん、本当にこれはもう皆さん交互期待ってことでね、はい、ね、ぜひ、うさもとさんのイエスノーも聞かずに勝手に決めて、まあでもこれ あくまでも提案ですからね、でもね、はい、実現するようにしていきたいなと思いますから、はい、はい、うん、ってこと、いや、みちるさん素敵なね、あのご提案ありがとうございます、うん、あ、いや、こちらこそ本当に何かね、うん、全身できるといいよね、うん、そう、うん、そう、私もね、全身しなきゃいけないんですよ、本当にいろいろと全身するには立ち止まることも大事なので、足立って一歩ずつね、確実に前に進んでいきましょう。そうですよね、はい、本当思います。みちるさん、ありがとうございますね、じゃあ、皆さんもその際はご協力いろいろいただくことになると思います。ね、皆さんからね、ワード集めるんだから協力してもらわない、まあ、それも決まってはないけど、勝手にちょっと今提案だけど、実現すると、提案だけどね、うん、そうそう、まず3人が集まってどんな感じしようかから、うん、それに関しては、うん、ね、そうですね、そう、はい、楽しみにしててくださいってことで、ね、みちるさん、ありがとうございます。どうもこそ、アフタートーク、小島みちるさんでした。